ネギ味噌出来上がりです。ほかほかのご飯にのせると、もうお箸が止まりませんよ。こんにちは、たけさんです。本日はこちらの長ネギを使って、万能型のおかず味噌、ネギ味噌を作りたいと思います。ほかほかのご飯やお豆腐にのせたり、スティック野菜のディップにしたりと、いろいろに使えるおかず味噌です。少ない調味料で短時間ででき、綺麗な器に入れていただければ、冷蔵庫でかなり日持ちもします。ネギの方は、こちらの青い部分まで、丸々無駄なく使っていきます。いろいろ使える万能お味噌、ネギ味噌。それでは早速作っていきましょう。ネギ味噌、材料説明です。長ネギ2本、お味噌 100g、砂糖 50g、かつお節、こちら、一つかみぐらい。お酒 50cc、ニンニク生姜各少々です。こちらのニンニク、半分ぐらいの量を使おうと思います。生姜もだいたい同じぐらいの量を使ってください。以上です。まず長ネギ。本日はこちらの白い部分だけでなく、青い部分もすべて使います。こちらの根元の部分、こちらだけちょっと切り落として、あとはすべて使います。こちらのネギ2本、まずすべて小口切りにしていきます。厚みは適当、2、3ミリという感じでしょうかね。すべて切っていきます。こちらの青い部分もザクザクと切っていきます。2本分切り終えました。結構あるように思えますが、こちらまず最初に油で炒めていきます。しんなりとして傘もだいぶ減ってしまいますので、丸々2本ぐらい使っても大丈夫です。こちらボウルか何かに入れていきましょう。まず長ネギを切り終えてこんな感じです。こちらにニンニク生姜も合わせていきます。ニンニク半分ぐらいの量をすりおろしてこの中に入れていきます。おおよそ半分ぐらい。そして生姜もだいたい同じぐらいの量を目安にすりおろしてください。こちらをフライパンで炒めてお味噌などと合わせていきます。それではガス台の方へ行ってみましょう。ガス台の方に来ました。フライパンなどにまず最初ごま油を大さじ1杯ぐらい入れます。1杯ちょっとぐらい入れてあげてください。そして火をつけて、先ほど切ったネギを投入していきます。まあ最初は中火から強火ぐらいで、ネギの方を炒めていきます。ネギ、ニンニク、生姜なので、この時点でもう、いい香りがします。なんかお腹が空いてきます。最初こんもりとしていたネギも2、3分炒めるとこんな感じにしんなりしてしまいます。ご家庭でも2本分ぐらいいっぺんに作っても全然大丈夫だと思います。
そうしましたら一回火を止めてしまって、残りの調味料を順次入れていきます。まずお味噌。こちらのお味噌は普段ご家庭で使われているもの、どんないった感じのお味噌でも結構です。そしてお砂糖。うちはだいたいこちらの精白してない三温糖を使うことが多いです。こちらも普通のお砂糖で大丈夫です。そしてこのままでは少々お味噌が硬くて練りづらいので、お酒を 50cc ほど。そうしましたらもう一度火をつけていきます。火加減は中火から弱火ぐらいの感じでしょうか。全体を混ぜてなじませていきます。お砂糖やお味噌も熱が入ると柔らかくなりますし、お酒も入っているのでだいぶ練りやすいと思います。最初はこんな感じでだいぶ緩いのですが、 2,3 分も火にかけていると少し硬くなってきます。今2分ぐらい火にかけているのですが、少し硬くなってくるというか、ちょっとぽってりとした感じになってきます。そしてお味噌がちょっともったりとして全体的にポコポコと沸いてきたら火を止めます。だいたいこういう風にヘラで引っ張って鍋底が見えるぐらいの硬さ、こんなところを目指してください。そうしましたら最後に一つかみの鰹節、こちらを混ぜ込んでいきます。この鰹節を入れることによりだいぶ味と香りが良くなります。もうだいぶいい香りです。こちらを内輪で仰ぐなり氷水に当てるなりして粗熱を取っていただいたら、清潔な器に入れて冷蔵庫で保存してください。出来上がりです。ネギ味噌出来上がりです。ほかほかのご飯にのせるともうお箸が止まりませんよ。いかがでしたでしょうか。ネギ味噌、ほかほかのご飯はもちろん、冷蔵庫の残り野菜にちょっとつけて食べれば、焼酎や日本酒の立派なおつまみにもなります。このチャンネルでは簡単おいしいお料理、おつまみレシピ、そして日本酒、本格焼酎などについてお話ししています。皆様よろしかったらチャンネル登録およびコメント、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それでは本日も美味しいで元気、皆様良い一日を。